はいどうも皆さんこんにちは、ポニーです。ということで、今回は、刀縛りでビッグロイを目指せ、よいしょー。はい、ということでね、今シーズン、新しい刀が出てきたということでね、今回は、その刀一丁でね、ビッグロイを目指していきたいと思います。それでやっていきましょう。レッツゴー。動画を見ているそこの君、ちょっとだけ待って。実はこの動画を見ている人の 70% 以上の人が、まだチャンネル登録をせずに、この動画を見ているらしい。年内登録者数10万人を目指しているので、まだチャンネル登録してない人は、ぜひチャンネル登録してください。みんなしてくれたかな？それでは本編へどうぞ。はい、ということで、続けていきたいと思います。本当にね、まだレベルがね、右上見ればわかるんですけど、2レベルなんですよ。なんで、刀縛りといったものの、刀がどこにあるかとかわかんないんですよ。なんですけど、普通に落ちてるのは僕見たんで、どこにあるんだろう、まず刀を。刀探すところからなんで、刀がありそうな場所に行こう。多分ね、城とかなんで、刀があるんだったら。かといって、敵が来すぎる場所に行くと、僕は刀しか使えないんで負けます。なんで、こことかさ、こういうのとかありそうじゃない？こういうところにポツンと落ちるんじゃないですかと。っていうわけはあるのかな、まず。マジ今シーズンまだね、本当にわかんないんですけど。まず刀がどんぐらい強いかも把握してないんで、勝てるかもまだ不明なんですけど、できるのかって言ってやってみましょう。刀がありそうじゃない雰囲気。うわ、これ刀じゃない？絶対出るよこれ。出ないのかい？なんだこれ。出そうななんか感じだったやん、雰囲気。雰囲気出そうな感じだったのに出ないよね。なんでもない。刀、くそ。刀、本当に、これ自引きで出るのかなマジで。固定枠とかじゃないマジで。固定枠しかないですみたいな。そしたらもうそんなん俺知りませんで終わりになる。大丈夫ですかこれ。ここに刀あったくらい。いや、早めにゲットしないとそれはそれで動画にもなんない。本当に。やばいやばい。ありそうじゃない？だってもう見た目。落ちてくれてもいいよ。正直刀だよ、刀が欲しいよ。すぐ柱勝てない。あ、出そうこんなガロープ出そう一番だ。出ない。刀が出るまでにまずどんぐらいかかるかなんで、これ刀ください、刀ください。刀、あっ出たー。ただ運悪かっただけということでやっていきましょう。ここから縛りスタートです。ジャンプリープってなんだこれ。あ、下の空中ダッシュが溜まっていればできるということで、正面から敵。これまずね、本当にね、今シーズン始まってすぐ取ってるんで、この刀がまず強いのがそれ俺は知らないんで、全然負ける。この刀は本当に縛りで勝てる系の刀の方。体力出てるけど大丈夫これ。体力はないこれ。この人たち切れたら刀使えなくなるみたいな。あ、待って、これワンボックスに入れたからがチャンス。うらオッケー。はい、強いです、強いです、勝てますこれ。ワンボックスまで持ってけば勝てるぞ。なんだこいつ、怖いなお前。うら行きます、ポニー行きます。ポニー剣山。あ、こいつ切るぞ、行くぞ、切る。オッケー、勝ちました。待って、武器の弾がって書いてあったよね。武器の弾がの時点で俺多分使えんこれ。はい、あと1回。あ、よし、刀探そうか。また来た。無理だもう。なんだこれ、ダメだこれ、弱い刀。いや、全然出ねえ。なんだこの試合、終わり。よし、ということで気を取り直してやっていきたいと思うんですけど、刀を探すのがめんどくさいマジで。固定わけはないのか。刀の見つけるのがマジでむずい。しかも見つけてあれ HP100 しかないんだよ。だからね、多分1試合で縛りでやるんだったら2本は必要だから、かといって予備で持つとかもできないし、どうやって探そう。これが出やすいみたいな。はい、ありがとう。待って、そんなことある？さっきの試合何だったの？いや、もうさっきの試合ちょっと打ち切りすぎたんで、この試合もう切りに行きます、全部。よし。気合でいくわ、この試合は。多分ね、もう連打しとけば、なんかいける。この試合はもうね、気合でキルしに行きます。いました。まず、食形部と刀の組み合わせね。こうやってやっての、上飛ぶのは知らん。どこだ何ここ、水なんか切れねえ。なんだ振ってるだけのやつだったの。そこ逃がすかよ。うらスパース刀スプラッシュ。俺は無理かもしんないが、俺のキャラこんならいける。ふっ、これむずいが、落とし込みからのふぅ、無理。空中されちまった。はい、オッケー。何この戦い。オッケーで新品にしていくと。はい、完璧ですね。ありがとうございます。水の中切れないの了解。そしてなんかすごい場所見つけた了解。隠れたりはできないと。でも気合でいきましょう。この試合10キル以上狙います、刀だけで。これね、一番まずいのはこういう状態で敵が来ることなんですよ。なんでかって、この刀ね、多分体力が多くないと。あ、いった。吹っ飛んじゃうんだそれ。真下いない。おい、この逃げ道ないところなんで、刀のもうテリトリーですよ。この縛りをやることによって今シーズンの刀にいち早くなれるっていうこのね作戦。2つ目で刀来たのなんなん、さっきの試合がバカバカしく思えるわ。普通に上とかに上がる技はないのかこれ。そんななさそう。建築を多少使っていかなきゃダメだな、刀とはいえ。刀使ってる間ちょっと建築忘れがちになっちゃうけど、建築も使っていかなきゃいけないの。これはねでもあんま使わないわけね。敵これで吹っ飛ばしたら敵落下死すんのかな。はい、いた。はい、ボックスからの、はい、ジャンプしない方がいいですね。ジャンプしたら今みたいにちょっと遅延が出る。慣れてきてます、刀に。刀に適応し始めたポニー。いきなり、ね、敵とね、会っても、向かい合ってたら、俺別にね、もうマジ近距離しか行けないから、これ車とか使って、近距離によって、切っていこう。いる。いや、刀一本しかないからって俺はビビるような人じゃねえぜ。来いよ。うれ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 うけ。はい、でもう一人もう一人もう一人。やるぜ。はぁー、次や次や次やオッケー。はい。来てます来てます。これ時代は刀です。上から降ってくの強いぞ。上から降ってって70ダメは入れてからの切りつけ。はい、もう刀だけとは思えないぐらいのキルペース。6キルです。残り32人。さあさあさあ、もう俺の時代が来てるんじゃないのこれ。やっぱね、もうさっきの試合で刀慣れましたからね。さっきの試合もなんか刀に慣れるための試合だったみたいに言っても過言ではないかもしれない。俺が狙うのは敵ただ一つ。上のさメダリオン行こう。ビビってたらねダメだよ。やっぱ結局試合に勝つにはこういうメダリオン取ってるやつですら倒していかなきゃいけない。だったらね最初に倒さないと。いや、ビビったら負けだわ。こういう刀系のってやっぱその近距離に行くから、まあ、ゴリ押しと一緒なんですよほぼ。なのでゴリ押しっていうのはね気持ちからが大事なんで、まあ、やっぱやる前からビビってたらダメ。やっぱゴリゴリに行かないとね。さっきの俺はビビってた確率で、この試合の俺はもうちげえ。後ろにいるか。来た。誰絶対ボスやんこれ。ちょっと待って、ボスだボス。なんで俺の方にいんの、誰あいつ。逃がすか。逃がしたくないけどそれは逃がすわ。はい、おいなんかもうすげえ動きが大人じゃねえ。来てる、時代が来た。しかもここで刀新品に変えます。熱すぎる。はいはいはい、建築と両方を使っていく。これはボットか、どっちだ。ボットっぽい。ボットはいらん。もう俺はどうせこれしか使えないから。上から見て、突撃だな。いなさそうでもこの、いる。あ、こっちいます。これ敵だろ。上か。ちょっと危ねえ。ミントだけ飲んでしまいます。ある回数使って、建築と、合わせてみたいな。あ、意味ない、そんな。ボックスだって。止まんねえの、これ。あー、ショック系はまずい。まずい、チャージが全然できてない。なんかね、たまに全然ダメ。これボットだぞ、でも。どこにやっていくか分かってない。よし、あ、ボット相手する気ないっす。お前は違う。ミシッカル強化型鬼ショットガン欲しい。なんで刀縛りしてる時に倒せちゃうんだよこういうやつを。おいって感じだけど、なんで刀で8キロもしてんだ俺は。やっぱ気合いなのかこのゲームは。いや今ねでもね2流刀縛り来てる。さっきまではねもう34流ぐらいだったけど今2流です。あとちょっと極めたら1流になれる。俺は資材必須だね。でもこれめっちゃ積んだりするから、俺は資材がないと別にケアできないから、カウンターとかもあんまないから、資材めっちゃ集めた上での刀だな。敵が見えたらもう上からなんか直乗りみたいな感じでこうやってねシュイーンみたいな感じでこれでいく。よし、あ、来たよ。銃声に目がなし。刀1本の男、銃声あれば寄っていきます。75% で13人でしょこれ。足りんじゃないこれで体力ギリギリ。新品に変えられてんのも熱いですよね。またあとダッシュゲージ貯めて敵の目の前で振りまくるだけ。逃げるのは追えないなさすがに。俺刀しかないからさ、車とかを壊せないんだよね。ブブブブーって言ってこれはきついわ。さあさあさあ、でも目標の 10キロは全然ビクロイ前提だったらいけるぞ。ビクロイするにはだってねあと1人は最低でも倒さなきゃいけないんで、まあ10キロはいけそうなんで、あとは負けないかどうかっていうところですよね。包帯いらねえなこれ。包帯をショックウェーブとかに変えてさ、上に飛んで上からさっきみたいに振り上げて降りていくみたいなのをやりたいよね。あい、そんなこと言ったらこうやって出るんですよね。ありがとうございます。来ました。いざ勝負。はい、いざ勝負です。上まず取ります。でこれでまずちょっと当ててえの。マジでちょっと硬くない？あいつちょっと待って、100回ポンチ入れたぞ。ちょっと待ってくれよ。嘘、200削ったよね今ので。ダメ、意外と弱い今更だけど。嘘だ、俺結構入れたぞ。普通には正面から入っちゃっていいな。これどこ行った？はい、これです。絶対これです。どっから入れたか分かりませんが、多分これです。嘘だ、俺今200から入れたでしょ。嘘、降りちゃった。それダメ。やばい、勢い余りすぎてさ、床壊したんだよもう下の。こいつ来た。こいつちょっと動けるから一回回復して、うらうらうら。じゃあもう逃げんなお前、来ておいて。体力がねえもう刀の。あいつマジ多分合計で400カットぐらいしてるので死なねえぞあいつ。だから分かってきたけど、いるけど、行くしかないんじゃないのこれも。もう行こうぜ行こうぜ。ここでビビってじゃ男じゃねえ。はい、よし。もうね、パーセントがないです。覚えておくか。どこだっけ？あ、ここじゃない。なんでここにある。ほぼ新品の刀があそこにあるはず。一応しかない。慣れてきてんな。いや、今の俺からしたらさっきの試合の俺はマジで、刀が全然出なかったのもあるけど、頼んでたね。それにしても、無限じゃないし、昔の刀の方が多分強いね。競技の募集で、刀シーズン得意でしたみたいな結構書いてる人がいるんだけど、刀が出るから。多分ね、関係ないね。全然趣旨が違う、この刀。で、74%。はい、残り6人です、敵は。残り6人でしょ。1人当たり 10% までは使えるということで。まあ、イージーイージー。分かってきた。もうね、上取ります。敵こもります。降ってきます。終わり。ね、もう正面から行っていいわ、これ多分。敵が多分ね、ずれるんだよね、これで殴られることによって、エイムが。だから、一発目で190とか入れられない限りは、ほぼ負けん、これ。分かってきました、僕。あとは、この縛りサッカーやってるように、まあ、ゴリ押すんで、できるだけ体力多くしときたいよねっていう。やっぱり結構ね、ゴリ押すってなると、もう近距離のエイム勝負ってなるから、まあ、エイムっていうのはもう体力勝負みたいな。先にどっちで200削るかっていうところなんですけど、まあ、まず200ないと話にならないんで、はい、200来ました。もうここから勝負ですよ。あ、来ました。いざ出陣。でかっ、なんだちょっと待って、やばね、絶対こいつ強え。ダメだ、逃げろ。やばって目の前でこいつにワンパンされてる敵を見て、俺はこう勝てるとは思えない。なんだあいつ、バケモンがいるぞ。あいつ倒したいけど、しかもで普通に対空打てばあいつ倒せそうだけど、刀じゃ対空は打てないな。ワンパンされるんじゃない？俺切られてるよ今。体力ないです。どうだどうだ、体力ないです。こいつ上から降ってきます。こいつマジでね、ショック警部で逃げすぎ。ああこいつえぐい。こいつマジで。でもなんか飛んじゃってるずっと。なんだここ、ダメだ。ね、空島ダメだわ。なんか変な侍もいるし、一生飛ばれるし、あれダメだ。あれ NG で。メディキ何個あんの？そしてソロ騎士やってる人ですかこれ。全員どこって感じ。さっきからなんか銃声とか撃たれてたりするんだけど、どこから撃たれてるか分かんない。あいつか、もうあいつは A わ。待って、ね、いるねこれ。で行くのは偉いわ。対策してたこいつ、ちゃんと俺の刀を。同じ段に行っちゃう関係ないから。出だし出陣って感じで。ふい、刀同士で勝ってくる。ミシック武器持ってるやつでもいいし、ここで逃げない。来るなら来いって感じ、これ。でもさ、上に行ってこれで降ってくる。これで勝てる。あっち行け。よし、はい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 、気合気合気合、いけるいけるいける、気合です。こんな感じで気合で勝てます。正面正面突破でしょやっぱ。そこならメダリオンのマーク出てるけど、しなそんなんもん。だったらさ、これメダリオン同士で戦うんじゃないこれ。メダリオン同士で戦うよねという感じで、これ寄ればもう漁夫で勝てるんじゃないですか。これラストショックエブ1個残しておきたいね。これしっかり上から振ってって決めたい。来ました銃声、待ちに湧いた銃声です。あそこで 1v1 してます。1v1 が終わりそうになった瞬間、このショックエブで飛んでって上から刀で振っていきます。このショックエブの微調整がまず大事です。タイミングを履き違えるな。俺にはラストチャンスしかない。ビクルできるのか、刀縛り俺は成功させたい。来た、ここじゃね？まだか。まだ早い。黄色が出てからじゃ遅い。マジめっちゃいいタイミング。長引いてんな。でも長引いてるってことはお互い自利品になります、これ。やばい、ここで戦わないのはまずいかも。戦ってほしい。頑張れ。どっちか潰れてくれ。2対1は無理だ。このショッケーブがね、2個あったらワンチャン上に行ってもいいんだけど、1個だからね、残しておきたい。どこにいんのもう1人は。移動してないってか、いないんじゃないもうそこに。メタリオン移動してないなんかちょっと。いるわ。待って、ジュースワールドの方やりたい、俺は正直。あいつの方、透明になったぞ、今。あいつが厄介なんだよ、マジで。見たみんな、あいつ毎回危なくなったらショックウェーブ飛んでいくの。刀でワンボックス入ってもショックウェーブで飛ばれるからさ、きついんだよね。ちょっと戦わせてえな、これは。ここはさすがに戦わせたいな。あのジュースワールド、もうね、俺嫌いだから、あいつは無理だわ。いや、これさ、背中につけてた人いたんだよね。あ、ゲロ。え、何になるのこれ、背中につけてたからって。何になるんですか。え、投げれる。おい、なんだこいつ。え、あ、回復になるのそういうこと ?3 回まで自動回復みたいな。30% しかない。そしたら最後の 1VR の時とかになくなったらマジ負けだからね、確定で。大事にいきます、これ。戦わせたい、できれば。正直、できれば戦わせたいけど、そう簡単にもいかなそうですね。これで落下?え?これ落下死すんの?ちょっと待ってくれ。おーい、なんだこれ、もう。わかん。落下死するのこれ、ジャンプしないと。こいつがもうショックウェーブと透明で一生やってるからさ、もう最悪だわ。まあ、ということで、まあ、ちょっと何試合もずっとやってもあれなんで、はい。今回は、刀縛りは、まあ、ピクラは難しいということがね、わかりましてね。まあ、それ1本は厳しいね。ということで、今度学生してもいいと思ったら、チャンネル登録とかよろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。またね。